利用所、美容所、衛生管理講習会3つ目のセクションでは新型コロナウイルス感染症への対応についてお話しします利美容所は複数名の従業員が従事したり不特定多数のお客さんが利用する施設ですので感染者が発生するリスクがあり実際施設内で複数の感染者が発生した事例もあります そのため、日頃から感染を拡大させないための対策が重要になります。そこで、このセクションでは2つのトピックについてお話しいたします。1つ目は、従業員が陽性となった時の対応についてです。2つ目は、施設で新型コロナウイルス感染症を拡大させないための日々の取り組みについてお話しいたします。 現在、札幌市では、新型コロナウイルス陽性と診断された場合、原則自宅での療養をお願いしております。また、高齢者などの、丸1から丸4に該当する方、以外の皆様に対しては、療養終了のお知らせなども含めて、保健所からの連絡はありません。 なお、市販の抗原検査キットなどの自己検査で陽性となっただけでは、陽性と確定されているわけではありません。保健所において陽性者として対応を受けるためには、医療機関の受診や陽性者登録センターへの登録により、医師の確定診断を受ける必要があるので、ご注意ください。では、 理容所の従業員が陽性と診断された場合は、陽性者本人や周りの従業員はどのように対応すればよいのでしょうか。ご自身の施設で陽性者が発生した時に、慌てずに適切な対応が取れるよう、今一度確認しておきましょう。まず、陽性と診断された従業員の対応についてご説明いたします。 陽性者本人は発症日を0日目として7日間の自宅療養と10日間の健康観察が必要となります。療養中の過ごし方については札幌市公式ホームページの「療養ナビ」の中に療養期間の考え方や健康観察の方法など 療養中に必要な情報がまとめられておりますので参考にしてください。また、自宅療養中、体調に不安のある方や、療養ナビにアクセスできない方は、札幌市陽性者サポートセンターにお問い合わせください。また、陽性となった従業員は、従事する利用所に、 陽性と診断されたことを連絡しましょう。この時にご自身の症状の有無や発症日を伝えましょう。また、陽性となった従業員は、マスクの着用や休憩時の食事状況などの感染対策の状況や、他の従業員との接触状況について報告し、お店の人と一緒に勤務表などを見ながら、 他の従業員などに濃厚接触者がいないかを確認します濃厚接触者がいる場合にはお店の責任者または陽性者本人から濃厚接触者に連絡しましょうまた陽性者本人はお店の従業員の他にも友人、知人などに濃厚接触者がいないかを確認し 濃厚接触者がいる場合には本人から濃厚接触者に連絡しましょう次に従業員が濃厚接触者となった場合の対応についてご説明いたしますどのような人が該当するかといいますと陽性者と同居されている方については濃厚接触者に該当しますそれ以外の方については 陽性者の発症日から2日前以降の感染可能期間にマスクを着用しないなど必要な感染予防策をせずに手の触れる1メートル程度の距離で15分以上の会話、飲食などの接触があった方が該当します。濃厚接触者に該当するかどうかは最終的には自己判断となりますが 通常、美,美容所ではマスクの着用など必要な感染対策を行って営業されているものと思われます。陽性者から濃厚接触者となったことを告げられた後、自ら該当すると判断した場合には、症状がなくても陽性者との最終接触日を0日目として、5日間の外出自粛と 7日間の健康観察を行っていただきます。ただし、陽性者との最終接触日から2、3日目の検査で陰性が確認できれば、3日目から外出自粛の解除が可能になります。周りの従業員が陽性者となった場合でも、ご自身が濃厚接触者とならないように、 日頃から十分に感染防止対策を行うことが重要になってきます。続きまして、従業員から陽性の連絡を受けた際の利美容所の対応についてになります。現在、保健所が利美容所などの事業所に対して感染症調査を行い、濃厚接触者の特定や行動制限を行ったり、 施設閉鎖等の運営にかかる指示をすることはありません。このため、お店の対応については、施設ごとに判断していただくことになります。まず、陽性者本人から連絡を受けた際に、お店の責任者は、勤務表などを見ながら、他の従業員の健康確認や接触状況について確認しましょう。 また、濃厚接触者に該当する従業員がいる場合には、お店または陽性者本人から、その方への連絡をお願いします。最後に、感染拡大を防ぐため、陽性者が発生したときは、改めて施設の消毒を行いましょう。なお、陽性者や濃厚接触者の職場復帰にあたり、 陰性確認検査は不要であるので、陰性証明は求めないようにお願いいたします。理美容所が行う対応のうち、施設の消毒について詳しく説明します。施設の消毒は保健所では行っておりません。ここでは営業者自身で行っていただく方法についてご説明いたします。 基本的な感染対策として通常行っている消毒方法で対応可能ですので消毒薬の取り扱いについて確認していきましょう新型コロナウイルスに有効な消毒薬は主に2つあります一つ目はアルコール消毒液です通常アルコール濃度70%から 95%に調整さされれたもののが販売されておりますので薄めずにそのまま使用してくださいこちらは手指の消毒にも使用できますが引火性のため消毒中や消毒直後は火の取り扱いは避けましょう2つ目の消毒薬は次ア塩素酸ナトリウムです こちらは家庭用漂白剤として市販されているものを薄めて使用します。薄め方としては2リットルペットボトルの水と漂白剤をキャップ1杯約20ミリリットルを混ぜて100倍に希釈すると消毒用として使用できる濃度の 約0.05%次亜塩素酸ナトリウム消毒液が用意できますこの液では手指の消毒はできませんまた、この液で消毒した後には水拭きが必要となります消毒する箇所としては、従業員やお客さんがよく触れる場所や 陽性性者が触れた可能性のある場所を中心に消毒します例えば、ドアノブや蛇口等、こちらに挙げられた箇所になります。この他にも、従業員やお客さんが触れる可能性のある部分はあると思います。ご自身の施設に当てはめて考えてみてください。ここまでが従業員が陽性となった時の対応の 一連の流れになります。続いて、感染者を発生させない、拡大させないために大切な、普段からできる対策について説明いたします。一つ目は、マスクの着用です。従業員もお客さんも常にマスクを着用するようにしましょう。また、顔そりやカット等で、 お客さんがマスクを外す場合には可能な限り会話を控えるようにしましょう。2つ目は施設内の消毒です。陽性者が発生した時の対応にもありましたが、普段から多くの方が触れる場所を消毒することが重要となります。3つ目は店内の換気です。1時間に、 2回以上を目安に数分間窓を開けるなどして換気してください。この時対角線となるような位置にある窓や入り口を開けると風がよく通り効果的に換気されます。窓が一つしかない場合や窓がない場合にはサーキュレーターなどを活用して空気の流れを作りましょう。 この場合、換気口や外に向かって空気が流れるようにしましょう。これからの季節は気温が下がり、なかなか大きく窓を開けて風の通りを良くすることは厳しい場合もあるかと思います。その場合、一箇所の窓を常に少しだけ開けておくだけでも十分換気効果はあります。 室温の変化を抑えつつ換気を行いましょう。このほか換気については厚生労働省のホームページにも記載がありますので参考にしていただければと思います。四つ目は休憩室での対策についてです。勤務中はマスクの着用を徹底していても休憩中は飲食や喫煙をするために 外す場面も多いかと思います。その状態で他の従業員と会話をしてしまうと感染を広げてしまう可能性があります。休憩室の利用は時間をずらす、席を離すなどしてできるだけ密になるのを防ぎましょう。さらに消毒薬を設置して手指の消毒や 使用前後にテーブルやポット等の共用物品を消毒する。掲示物でマスクの着用、消毒の徹底を啓発することなども有効な対策になります。5つ目の対策としては、従業員の健康管理についてです。従業員各自に出勤前の検温、咳や 喉の痛みなどの症状がないか確認するよう徹底し出勤後は施設責任者に報告することが大切です責任者はこれらの情報を記録し1ヶ月程度は保管することで陽性者が発生した時に備えますまた体調不良時には休むことも大切な対策の一つです 6つ目は緊急時の連絡体制の整備です。陽性者が発生した時の従業員への連絡方法や、やむを得ず臨時休業する場合の判断目安や、予約客への周知方法を定めておきましょう。7つ目は複数施設への従事をできるだけ控えることです。 複数の施設をまたがって勤務する場合、それだけ感染を広げてしまうリスクが高まってしまいますので、新型コロナウイルス感染症が流行している期間は、極力施設間の移動を減らすシフトにする等の対応も、感染拡大防止の有効な対策と言えます。八つ目はワクチン接種です。 接種は任意ではありますが、感染を予防する効果があることに加えて、感染してしまった場合の重症化予防効果も期待できますので、接種を推奨しています。また、利用書及び利用書における衛生管理要領にも、新型コロナウイルス感染症対策として留意していただきたい点が記載されています。 作業中は清潔な服装やマスクをすること、換気を十分にすること、感染症にかかっていないか毎日確認すること、お客様一人ごとに手を洗うことなど、日頃から気をつけなければならない項目もありますので、改めてご確認をお願いいたします。さらに、 理病業関係団体が作成したガイドラインもありますので、こちらも合わせてご確認の上、感染症対策をお願いいたします。最後に、ご家族が陽性となった場合、陽性者の同居家族は濃厚接触者となり、5日間の外出自粛となります。現在、陽性者は自宅での療養が基本となるため、 家庭内ではさらに感染が起こりやすい環境となります。家庭内感染を最小限にするために、同居の家族が感染した時の対応として、いくつかご紹介させていただきます。一つ目は、陽性者とそれ以外の家族とで部屋を分けるようにしましょう。陽性者は、トイレ、お風呂、 洗面所の利用以外は、部屋から出ないようにしましょう。食事や寝る時も、別々にするようにしてください。2つ目は、マスクの着用です。家庭内では、マスクを外すことが多いと思いますが、陽性者・濃厚接触者がいる間は、乳幼児を除く家庭内の全員がマスクを着用するようにしましょう。 さらに定期的に部屋の換気をするなどの感染対策も行いましょう。この他にも札幌市公式ホームページに家庭内の感染対策についてまとめた資料がありますので、こちらも合わせてご確認の上、感染対策をお願いいたします。以上で新型コロナウイルス感染症への対応に関するお話を終わります。 この後、簡単なアンケートをご用意しております。利用書、美容書、衛生管理講習会は、アンケートの回答をもちまして終了とさせていただきます。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。